食べ物を送っていただきありどうもありがとうございました。あなたは私のインプレッションでの源であり守護天使です。これがあなたに送る最後の手紙になるかもしれません。そして最後に一つお願いがあります。この隠れ家に超操業がやってきそうなんです。それに備えればありません。なんとか切り抜けるか、もしくは自分の再起をもたらすために銃が必要なんです。通常の拳銃ではありません。親愛なるプレパーさん、自動小銃と200発の弾薬を手配してもらえませんか。え、マジで自動小銃、弾薬200発売ってはないね。自動小銃、うん、ここにもないですね。え、売ってんのこれ。売ってないよね多分。作るとかじゃないもんな、おそらく。スーパーマーケット売ってあるわけないよね、そんな反社会的なものが。なるほど、うん、節水のやつか。ずーっと水止められまくってんだよね。自動小銃、この小銃どれ、自動小銃って持ってないよ。200発弾、あ、え、なんかいるぞ。ボブ、え、庭にボブがいるぞ。ん？ん？訪ねてくるとは思ってなかったよ。かしこまってるね。軍の基地から戻ってもうゴール間近ってことは知ってる。俺たちはあんたのロケットがもうすぐ完成ってすごい分かってる。はい、安心してく。俺たちはあんたの小型機に乗り込みたいわけではない。打ち上げの瞬間狙ってある行動を起こしたいと考えている。覚醒作戦と名付けた。はい、ロケットの打ち上げには間違いなく多くの注意を引きつける。エージェントは狂ったように走り回る。そしてアメリカンビルの一般人の人たちは驚いて見守るだけだろう。混乱に乗じてチラシを巻き、壁にメッセージを書き、眠れない調合薬を配布する。うん、はい、マインドコントロールを解きたいわけですね。うん、なるほど、あんたの助けが必要なんだ。まあそれが望みなら俺はここから遠く離れていることを望むよ。君たちが町の人たちを目指させている頃には俺たちは脱出することより抵抗することを望んでいると。うん、何？赤いライトだな、分かった。立つ前に細々としたことを片付ける必要があるか。打ち上げ1階のアラームスイッチをオンにして不眠者に知らせる。その後戻れる方法はない。来ました、とんでもない最終スイッチ設置しておきましょう。これでもうあとは戻れることはないと。しかしだ、ミニツマなんか自動小銃がどうとかっていうこと言っていましたが、うん、ちょっと挨拶しに行きましょうか。ジェニー、ジェニー自動小銃持ってる？だってライフルじゃないからね、自動小銃って言ってるからね。どうでしょう、ジェニー。急な英語、急な英語です。ジェニーが持ってるわけないよな。そうなるとジョー、いやボブのあの地下のとこ行ってみるか。ここジョーはね夜にならないといないんでね、廃品置き場。外肉が毎日届くぞ。さてもう行きますか。これ自動小銃結局手に入らなかったですね。
よいしょ。だってミニツマも何も求めてないんだよね、これ。ロケットランチャー。ちょっと待って。で、これがシグナルのスイッチ。いや、シグナルのスイッチ押しますか。次の日にするか、これ。やってみましょうか。電源オン。上の階に置いておこう。ここからだと誰もはい、すいません、なるほど、上の階みたいですね。はい、シグナルをオンにしていくぞ。よし、ライトついた。不眠者待ちます。外で探してみるか。なんだなんだなんだ。はい、ありがとう。なんか届いたな。80コイン。はい。なるほどね。ポストマン、ありがとうな。待って。この外ではなくて、本当に出かけてみるということなんだかな、これ。いや、選べないぞ。どうなるんだ。え、場所行けないんだけど。オンにしたが、ウラニアに行けと。はい。何者が来るんだ。なんか犬もいる。懐かしいな。チパカブラだよね。ジョーじゃないか。ジェニーおばさん。みんな、みんな、来てくれてありがとう。なんか、引っ越す時のお迎えみたいな。お迎えっていうか、お出迎えみたいな。お出迎えじゃないね。送迎みたいな。準備は？喜びに湧くイメージは？ユニクアプリップは俺たちが大義を信じてないのか？なるほど。健闘を祈ってる。今日はチャンスがあると思うか、準備は？こっちも祈っている。一つだけ、ボブ、自由を愛し関心を大いに嫌う割には観察を担当してきたんだろう。あんた、次元とそれが俺たちの逃走者でどう助けになるかを知るためにと。エージェンシーを騙し始めた俺たち不眠者は、ブレイズンサーバントの影響を受けないために一点努力が必要だったと。あんたの霊は俺たちに希望を与えた。あんたがこっち側にいてくれて嬉しい。ありがとうよ、プレッパー。私だけがね、戦ってたわけですよね。いや、私だけ以外、不眠者も戦ってたけどもね。今日の作戦が今後になるよ。ピカピカの金属の弾丸で頑張るよね、プレッパー。なるほど。チュパカブラもありがとう。サンキューな。ジョーもサンキュー。ここで会うとは思ってなかったよ。街の中で。今もあんたも不眠者の中に。ああ、正式なメンバーと思われてるか知らんが、だが助けはいる。なるほど。常に感心して、少しイルミネティみたいな感じがあるよなと。覚醒作戦後の後はどうなると思います？組織化するには十分な人数を覚醒させ、地元のエージェントに抵抗できることを期待していると。なるほど。影の政府からの反応が怖いと。お前さんの打ち上げ、もうすぐ経つのは分かっている。最後に挨拶したくてな。いい仲間だと思ってたよ、プレッパー。ありがとう。一緒に過ごせた時間楽しかったと。チカパルラもな。エージェンシーで働いてました。ただ、それは別の人生、前の人生のことで。
分かってる。気にするな。世界の歴史は20スパイと亡命者だけだ。ラジオの使い方を知ってるのはお前さんだけじゃないぞ。なるほど。やっぱ気づいたんだね、ジョーもね。なるほど。普通の犬ではないらしいと思った。誰かはどこかのガラスにフリーダムと書いたと言ってた。それが呪いの言葉であるかのように書いてあった、確かに。そして奴らは犯人が誰かを知った後、ショックを受けていた。その当時、名前は耳にしなかったが、奴らの名前はまるで大統領自身が脱走したかのようだったよ。そして、飛行場の警報が鳴った。無許可離陸だった。ラジオ内の声の誰もが恐怖し、その直後、無線通信を全て遮断すると通知があり、ラジオは沈黙した。え？もしかして、森での追加事故の後、ただ天を繋いだだけだ。それでなぜ元エージェントを助けようと？頼むよ、プレッパー。俺は秘密の反政府組織の協力者だ。そこに政府機関からの逃亡者だぞ。それは俺の夢のようなもんだ。確かに、あなたと、計り事ができたの楽しかったよと。窓の外を見て、地球が本当に丸いか確認してくれ。じゃあまた、ジョー、チバカブラ。ジェニーオさん。いよいよ発芽するのね。なるほどね。実りがあると思ったと。ところで森の外でお会いするのは初めてですね。と。メアリーにも会いたいわ。と。なるほど。ブレズン様のプロジェクトに少し記憶が戻ってきてと。結局のところ脱出したのはあんたの決断だったわ。私は墜落後の捜索を覚えているわ。と。なるほどね。やっぱり重要人物なんだね、私は。研究を続けていた。そして記憶を失い不眠者に寝返ったと。最も変わった人物だということよと。なるほど。いや、めちゃめちゃ褒めてくれますね。あなたからこの手紙もらえてよかったです。あなたは私の大好きな森にいるおばあちゃんです。いや、おばあちゃん子なんだよね、私ね、本当に。さあ、これだ。時間だ。コーンプレッパー。さよならバターカップさん。外でのコーンを祈る別れだ。ガウ！はい。さようなら。あれ誰だ、エージェント、え、撃ち殺してやろうか。来てるエージェントが。おいおい、え、サングラスかけてないんだけど。こんにちは、プレッパーさん。調査されると思ってますが、もう必要ないものかと。おや、メガネもしていない私でも分かるんですね。よく見てるんですね、プレッパーさん。もう少し長く変装していられると思いました。そしてあなたを驚かせられると思います。え、調査をしてない？はあ、これは司法プロセスだ。です。ただ混乱していることは認めます。エージェントさんは何の目的でここに？プレバーさん、今後はミニットマンと呼んでください。ミニットマンだったのか。あれ、もう分かってるのかと思いました。あなたにアイテムと情報を送っていた人物は私です。私の要求に答えてくれてありがとうございました、プレッパーさん。つまり、調査も報告も全部ただの茶番だったと。からかって楽しかったかい、ミニツマン。違うんです、プレッパーさん。演じ続けなければならなかったんです。私は当局内でうまくやらないといけなかったんです。あなたを助けられるように。あなたの部屋のラグマットの下を見たいという衝動にだって耐えていたんですよ、と。なるほど。勇敢に死ぬことを期待していましたが、実際それほど悪くありません。待ち伏せのヒントを得て、実際にたった一人の年配エージェントであることが分かりました。私が警告で一発撃つと、彼はおそらく援軍を要請するために撤退したんです。その間
間に隠れ家から脱出しましたと。そしてここに正体を明かしたいという気持ちに抗いませんでした。なぜ私をペンパルに選んだんです？ずっと注目していましたと。一緒に働いてたからだって。記憶を失っていなくても、 あなたは私を覚えていないでしょう。私はフォートオブザーバーに配属された普通のエージェントでしたから。そしてあなたはそこのスーパースターでした。マジか。トップクラスのエンジニアだったらしいです。はあ。あんな風に私もなりたいと思っていたと。簡潔に言うと、ブレイズンサーバントの打ち上げが成功した後、あなたは退屈になったんです。衛星監視は簡単すぎた。全てが計画通りに機能していたので、それであなたは基地の他のチームを訪ね、交流し、仕事をし、助けられることがあるか見て回っていったと。なるほど。そこで、私はテクノロジーをさらに検証していたと。犬を使い実験していた。社交的でもなくなった。そしてある朝、私は基地の警報を目指して、マジックマネーの大きな文字でフリーダムと書いたことが分かりました。その人物は飛行機を盗み、無許可で離陸しました。その後誰か仕事に現れなかったと思います。我々のミスターパーフェクトでした、プレパーさん。全てがつながったようだ。残念ながら AA ミサイルは射程範囲から出る寸前のあなたを捉えました。残骸にたどり着くことはできませんでした。しかし森の中を覚めているあなたを発見したのです。あなたは見せしめになる予定でしたと。なぜやらなかったんだ。あなたが完璧な実験例であることに気づいた。ブレイズンサーパントの効果を観察するんですよ。記憶喪失のあなたはマインドコントロール派にはうってつけのまっさらな状態で、同時にあなたは強い個性を持っていたことで知られていましたと。なるほど。実験対象にされてたわけですね。監視したのは君なのか。いや、あなたが車で逃亡を試みた後、そのエージェントは解雇されていますと。実験を継続するように説得した。私は通常のコントロールを提案し、彼らはそれに同意したと。だからまあ、この方が救ってくれたんだね、命を。ね、魅了されてたからと。犬たち、鏡に描いたもの、すべて美しかった。それ以前に私はすでにエージェンシーの二部さんに適正していました。だから私はあなたを助けることにと。なるほど。すべてショーだったわけだ。で、本心は？メリケンビルで最も興味深い人を心が助けたいと思った。それとは別で？ああ、それとは別で。プレパスさん、私はエージェンシー内で真実よりも信頼できる情報源にアクセス的なんです。国際情勢は本当に、本当に緊張しています。ブレイズンサーパントは自国だけに影響を与えるわけではありません。外国からの攻撃が差し迫っているんじゃないかと思っています。それで君は何が？何でも回り道することになってしまった。要点だけ頼む。あなたのロケットで一緒に逃げたいんです。なるほど、それはできない。不可能。一人の分のスペースしかない。そして確実に君は操縦は無理だ。深刻な危機に面しているんです。メリケンビル、国全体がどれだけ長く保つか分かりません。俺が立った後、うちの地下シェルターを使うといい。もう必要ないものだ。え？フレッパーさん、ありがとうございます。それはすごく助かります。そしてどこに行くにしても飛行がうまくいきますように。ただあなたとの対面はもう少し温かいものと想像していたんですけどね。これは適切なプロセスだ。だよ、ミニツマン。最後に皮肉を放ったな。じゃあな、ミニツマン。さあ、出る時が来たよ。とうとう。これもいいんですか、本当に。物を置いといた方がいいかな、これ。ここに入れときましょうか。なんかもったいないから、ここに入れときましょうか。入れるものを、玉とか。
こんなもんでしょうか。いや、どうなんだろうね。これでいいのかな。ロケット打ち上げてみよう。これで予約終わりだ。国家離れ、地球で最も冴えない場所から。おお、出るぞ。おいおいおい、タンクトップ、よう作ったな。はい、とうとう脱出となります。すごかったな。いよいよだ、覚醒作戦を始めるぞ。うん、エイジェントいる？ここで何してんだ。私はちゃんと理由があるんです。ただ話せば長くなってしまいます。だけど私はあなたたちの味方です。ん？なんだ？待て、言った通りじゃねえか。え？こんなはずじゃなかった。え？見ないでボブ、乗り越えましょう。俺たちはまだ準備できてない、準備できてない、準備は整ってない。俺たちはできてるのか？嘘でしょ。あ、使ってください、ぜひ。え、そう。それを使って？え？めっちゃ音でけえ、ここ。なるほど。plane crash, memory loss, government surveillance. I dug myself a second home underground, and then I fought, farmed, explored, and built my way out of that damn town. In my previous life, I worked for the regime. In this one, I've helped some weird dreamers like me fight it. なるほど。Onward.To new beginnings, to freedom. どこへ向かったの？これは。しかもその後、爆弾が落とされた。爆弾が落とされたぞ。はい、そんなわけでクリアしました。え、ちょっと待って、これ操作できるぞ。あ、これぶつかんないように行かないといけないのか、これ。あ、ぶつかった方がいいんだ。あー、綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。ポン。あ、このエンディングめっちゃ凝ってるね、これ。あ、早くできる。ボブだ。あ、これね、狩りのところによく行った人ね。全員追い詰めている。パイロット。あー、来た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 。チパカブラとジョー。廃品置き場で自分探ししろよ。ジェニーおばさん。うん。はい、これね、自分の町ね、言語だね、これね、日本語もねつけてくれてね、本当に感謝ですよね。これちゃんとカウントされてんだよね。これコミュニティマネージャー、ありがとう。このポスターあったよね。
おお、ここもポスターがあるぞ。ほう、なんか左カウントめっちゃいってるな。おお、後輩品置き場だね。ドライブしたよね、ほんと。なんかもう今や懐かしいよ。おお、はい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 。159までいってますよ、これ。これ何がかかってくんの、これ。よくわかんないけど。うん。はいっと。ベータテスター。あ、テスターの方たちね。それも乗るんだね。すごいね。はいっと。うん。牛さん。違う違う違う。鹿と狼とネズミ、コウモリ。もうお世話になりました、この辺。スペシャルサンクス。ありがとうございました。はい、これでエンディングと。おおおお、どこ、ここはどこ、私は誰、え？降ってきた。え、プレッパー入ってるよね、これ。え？不時着しちゃった。何？というわけで、クリアいたしました。新しいゲーム続けるとかありますけども、続けるとどうなるんだろう。いやー、とうとうミスタープレッパーちゃんとエンディングまで作られてました。めちゃくちゃ好感度高いですね。いやー、面白かったなー、このゲーム。こんな横スクロールできちんとここまで作り込んでるサバイバルゲームってないよ。すごいね。これ最後のね、ところで始めるやつですね。いやー、面白かったね。うん。そんなこんなで、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベリクラでございました。お疲れ様です。254日間かかりました。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すと、ライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。